レイ・ミゼラブル、ビクトル・ユーゴー、前回の続きからです。広間のうちは薄ら明かりに浮かび上がってくる一種のもやが立ち込めて、一層恐ろしい趣になっていた。ジャンバルジャンがその後しばしば言ったことであるが、彼は生涯に幾度か陰惨な光景に出会ったけれども、その薄暗い場所で真夜中に覗き見た謎のような人の姿が、何とも言えない不可解な神秘を行っているありさまほどぞっとする恐ろしいものはかつて見たことがなかった。それは多分死んでいるのかもしれないと想像するのは恐ろしいことだったが、あるいは生きているのかもしれないと考えるのはなおさら恐ろしいことだった。彼は勇気を起こして額を窓ガラスに押し当て、それが動きはしないかを伺った。だいぶ長い間そうして伺っていたが、横たわっているその形は少しも動かなかったと、突然名状しがたい恐怖を感じて彼は逃げ出した。後ろも振り返らないで物置の方へ駆け出した。もし振り向いたら、後ろにはきっとその形が腕を振りながら大股に追いかけてくるのが見えるに違いないような気がした。彼は息を切らして小屋のところへ帰ってきた。足もまっすぐには立てなかった。腰には冷や汗が流れていた。今自分はどこにいるのであろう。パリの真ん中にこんな墓場のようなものがあろうとは、誰が想像したであろうか。この不思議な家は何だろう。夜の神秘に満ちた建物、天使のような声で闇の中に人の心を招く家。しかも近づいてゆくと突然に現れるその恐るべき光景。輝かしい天国の門が開けるかと思うと、恐ろしい墓場の門が開いてくる。そしてそれはまさしく現実の建物である。街路の方には番地が記してある一軒の家である。夢ではないのだ。しかし彼は容易にそう信ずることができなかった。寒気、心配、不安、その夜のいろいろな劇場、そのために彼は実際熱をも発していた。そしてあらゆる考えが頭の内に入り乱れていた。彼はコゼットに近寄った。コゼットは眠っていた。8、謎はますます深くなる。コゼットは一つの石に頭をもたしてそこに眠ってしまっていた。彼はそのそばに座って彼女を眺め始めた。そして彼女を眺めているうちに次第に心が落ち着いてきて、頭の自由を回復した。彼は次の真実を、今後の自分の生活の機をはっきりと認めた。すなわち、コゼットがいる間は、コゼットをそばに有している間は、自分の求むるところのものは、すべて彼女のためのみであり、自分の恐れるところのものも、すべて彼女のためのみであるということを。彼は彼女に着せるために、上着を脱いでいたが、ひどく寒いとも感じてはいなかったのである。しかるにそういう瞑想にふけっているうちに、少し前から変な物音が彼の耳に達していた。ちょうど鈴を振っているような音だった。それが庭の中に聞こえていた。弱くはあるが、はっきりと聞き取れた。夜牧場で家畜の首についている鈴から起こるかすかな小音楽にも匂っていた。その音を聞いてジャンバルジャンは振り返った。一人の男らしい人影が
売り畑のいくつもの小径覆いの間を規則正しく立ち上がったりかがんだり立ち止まったりして歩いていた。ちょうど何かを地面に引きずっているか、または広げているようだった。その男は足を引きずっていた。ジャンバルジャンは身を震わした。不運な者らが絶えずやるような身震いであった。すべてに敵意があり、すべてが疑わしいように、彼らは思うものである。人の目につきやすいからといっては、昼間を嫌い、不意に襲われやすいからといっては、夜を嫌うのである。ジャンバルジャンは全国は、庭に人影のないのを見ておののき、今は庭に誰かいるのを見ておののいた。彼は無限的恐怖から現実的恐怖へと陥っていった。考えてみると、ザベルと探偵の者らは、おそらくまだ立ち去っていないだろう。彼らは必ずや通りに見張りのものを残していったろう。あの男が自分を庭のうちに見出したら、泥棒と叫んで彼らの手に自分を渡してしまうだろう。彼は眠っているコゼットを静かに腕に抱いて、物置の一番奥の隅に廃れた古い家具の積み重なっている向こうにそっと連れて行った。コゼットは身動きもしなかった。そこから彼は売り畑の中にいる男の様子を伺った。不思議なことには鈴の音はその男の動作につれて起こっていた。男が近づくと鈴の音も近づき、男が遠くなると鈴の音も遠くなり、男が急な動作をするとそれにつれて声音が聞こえ、男が立ち止まると鈴の音も止んだ。明らかに鈴はその男についているらしかった。してみるとそれは一体何を意味するのであろう。羊か牛手でもあるように鈴を下げているその男は一体何者であろう。そんな疑問を繰り返しながら彼はコゼットの手に触ってみた。その手は冷え切っていた。ああ、これは。と彼は言った。彼は低い声で呼んだ。コゼット。コゼットは目を開かなかった。彼は激しく揺すってみた。彼女は目を覚まさなかった。死んでしまったのか。と彼は言った。そして頭から足先まで震えながら立ち上がった。最も恐ろしい考えが混乱して彼の頭を通り過ぎた。おぞましい想像が一体の地獄の神のように襲い来たって、頭脳の壁に激しく押し寄せることもあるものである。愛する人々の身の上に関する場合には、用心深い人の心も、あらゆる狂気じみたことを考え出すものである。睡眠も寒い夜戸外においては生命に関わることがあるのを彼は思い出した。コゼットは真っ青になって彼の足元の地面にぐったり横たわって身動きもしなかった。彼は耳を当ててその呼吸を聞いてみた。息はまだあった。しかしそれも極めてかすかで、すぐにも止まりそうに思えた。どうして彼女を温めるか、どうして彼女を冷まさせるか、その一時より以外のことはすべて彼の頭から消えてしまった。彼は我を忘れて小屋の外に飛び出した。15分と経たないうちにコゼットを寝床に寝かして火のそばに置いてやることは、ぜひともしなければならないことだった。9. 鈴をつけた男。ジャンバルジャンは庭にいる男の方へまっすぐに進んでいった。彼は直旗の隠しに入っていた貨幣の包みを手に握っていた。男は顔を下に向けて、
彼がやってくるのを知らなかった。大股に飛んで行って、ジャンバルジャンはすぐ彼のところへ達した。ジャンバルジャンはそのそばに行って叫んだ。100フラン。男はびっくりとして目を上げた。100フランあげよう。と、ジャンバルジャンは言った。もし今夜、私を止めてくれるなら。月の光はジャンバルジャンの狼狽した顔をまともに照らしていた。おや、あなたですか、マドレーヌさん。と男は言った。そんな夜更けに不思議な場所で、その見も知らぬ男からマドレーヌという名を不意に言われたので、ジャンバルジャンは思わず後に下がった。彼は何でも予期してはいたが、そのことばかりは全く思いがけないことだった。彼にそう言った男は、腰の曲がった老人で、ほぼ百姓のような着物を着て、左の膝に革の膝当てをつけ、そこにかなり大きな鈴をぶら下げていた。その顔は影になっていて、見分けられなかった。そのうちに老人は帽子を脱いで、震えながら叫んだ。まあ、マドレーヌさん、どうしてここへ来なすった?一体どこからお入りなすった?天から降ってでも来なすったかね?そうそう、あなたが降って来なさるなら天からに違いない。そしてまたその様子は、襟飾りも帽子も上着も着ていなさらない。知らない人だったらたまげてしまいますよ。まあ、この説は、聖者たちもなんと妙なことをなさることやら。だがまあどうしてここへお入りなすったかね。その言葉は引き続いて出てきた。田舎者の早口で少しも不安をあたうるものではなかった。ただ筆朴な正直さと呆然自筆との入り混じった調子だった。君は誰ですか?そしてこれはどういう家ですか?とジャンバルジャンは尋ねた。まあ、何ということだ。と、老人は叫んだ。私はあなたからここに入れてもらった男で、この家はあなたが私を入れてくださったところですよ。私がお別れになりませんかな。わからない。と、ジャンバルジャンは言った。どうして君は私を知ってるんです?あなたは私の命を助けてくださった。と男は言った。男は向きを変えた。月の光が彼の横顔を照らし出した。そしてジャンバルジャンは、ホーシュルバン老人を見て取った。ああ、君だったか。とジャンバルジャンは言った。なるほど、思い出した。それで安堵しましたよ。と老人は恨むような調子で言った。そしてここで何をしてるんです?とジャンバルジャンは尋ねた。なあに、ウリを囲ってやってるんですよ。ジャンバルジャンが近寄ってきたとき、ホーシュルバン老人は実際手に防寒小物の端を持っていって、それを売り畑の上に広げているところだった。彼は1時間ばかり前から庭に出ていて、すでに多くのコモを広げてしまっていた。ジャンバルジャンが物置の中から眺めた彼の変な動作は、そういうことをしているためだった。彼は続けていった。私は考えたんですよ。月はいいし、霜は降りるだろう。どれ一つ、ウリに街灯を着せてやろうって。そして彼はジャンバルジャンを見て、高く笑いながら付け加えた。あなたにもそうしてあげなければいけませんかな?だが一体どうしてここに来なすったかね?ジャンバルジャンは今自分はこの男から知られている。少なくともマドレーヌという名前で知られているということを感じて、
今度は用心してしか話を進めなかった。